おはようございます。あ、なんてお前何かなと思って降りてくるの早ない？あ、回してるの嗅覚で気づいたってこと？いや、なんかそろそろかな。ちょっと今シャワー浴びたばっかみたいな。あ、そうなんですね。これを買いました、ついに。え、めちゃくちゃいいやつじゃない？それ買いました。人生変わるやつだ、それ。そう、あの、俺ずっとカミソリじゃないですか。そうっすね。で、ちょっと本当にどっちが正解なの、それって。いや、どっちが正解なのか分かんないまま、うん、あの、生きてきたよ。機械が苦手っていうだけで、うん、これを避けてきたわけですよ。俺も怖いもん、それ。お前そっち側に行くんか。ちょっと試さないといけないけど、大切な人かにこれで。いや、危ない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 。今日みたいに普通の撮影の日にちょっと一旦どっち。いや、まだ言うことないですよ。血だらけになったらどうするん、お前。メイン撮ったのがいいよ。血まみれ、でもさ、メインこれで出ることになるから。うん、でも血だらけで出ることになるよ、最悪。血だらけで出る可能性はあるよ。でも今日だったらまだ血だらけで出てもまあいいとして。いや、なんかね、たまにその議論あるよね。そう、メイクをさせていただく機会の時に、うん、それいいよってもらう時あるじゃん。てか、だからこれ、あ、じゃあヒゲ剃りますかって言われてこういうの渡されて、その時どうしてんの？使い方わかんないの、俺。あ、やんないんだ。え、いや、やるけど。あ、わかるわかるわかる。なんかその怖いよね。うん、そう、知ってます風だけど怖いっていう。開けますね、こちら。フェリップス。あれ、ヒゲ剃りのブランドじゃん。ヒゲ剃りってカミソリのブランドじゃん。裏見ていいですか？ちょっと、お前ナノプレッションじゃん。ナノプレッション、ナノプレシジョンだ。え、お前裁縫セットに入ってるぞ、もう。いや、すごい、ヘッドホンみたいな。ちょっと待って、飛行機に置いてあるやつだ、それ。セカンドバッグじゃん。これはね、どっちなんだろう。どっち、これ。じゃじゃーん。うーわ、待って、旅行行く感じ、もうすごいよ。おい、出た、これだよ、ほら。でもなんかさ、分かんないけどさ、これに変えて合わない人もいるみたいに聞くじゃん。あ、そうなの。これダメ、ダメ、ダメ、これ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 。あ、なんか YouTube 乗らない、 YouTube 乗らない。感電してんじゃん。え、これ、え、ほら、やばい、爆発する、爆発する、爆発する。危な、洗濯終わった後の音みたいな。これは何？それ、あれだよね、ストラップだよね。ストラップか、ここにこうやってつけてんの。これはフィギュアじゃない。これフィギュアか。こうやって置いといてな。コンセントのフィギュアじゃない。こうやって置いといてくれるな。つけないでほしいな。その分高くなってるとしたらつけないでしょ。これはそれ、重さ測るやつ。ああ、そうだろ、なんかここにな置いてな。グラマー表示されないけどね。こいつの中で測れてはいるけど、グラマー表示されない重さ測るやつな。ぐらいしか見たことない形だからね。つけないでほしいな、じゃあ。ワイヤレス充電器でしょうね、多分。まあそうだろうね、ここ置いとくんだろうね。それで、そう。いや、お前やめな、おい、おい、ここでやるもんじゃないって。うわ、あぶんな。え、なんかさ、つけないの？こういうのってつけないんですか？危ない危ない。すげえ、できてんのかな。普通にでも楽屋とかでこうやってやるじゃん。すごいよ。出番前とかにやる人いるじゃん、普通に。うん、びっくりした。ちょっと気になるからやってよ。違うんじゃない？それてんの、これ。じゃあ、マットずっと押し当てて移動するんじゃない？それ、カミソリのやり方や。そう、そうでしょ。あれか、ルンバみたいなシステムか。そう、ルンバだって作った人一緒なんでしょ。天才じゃん。そのシステムの特許を取ってんだもん。ま、じゃあ、丸い商品です。顎のとことかをこう、キュインってできるようになってんじゃないの？その、そうそうそう、だから、なんか、縦横無尽に行けますみたいな、動けますみたいな感じ。ちょっと待って、ありえないぐらいおじいさんチャンネルじゃない？気づいたんだけど、もう。昭和の時に隣の家にテレビが来たみたいなテンション。気づいたんだけど、めちゃくちゃおじいさんのチャンネルじゃない？テンション上がってますからね、こっちは。こっちはめっちゃテンション上がってる。じゃあ、これ楽になるかもと思ってる、うん、じゃあ。ワクワクしなくない？普通に。え、やばくない今、これ、このチャンネル。いや、めちゃくちゃ楽しいですけどね。すげえ。これ、反り残しとかなかったらすごくない？で、怪我だよね、一番下。わかるわ。もう、これは。ここに関して言うと。でもさ、これさ、なんか、鏡とか使わないでさ、
ノールックに行ってる人多くない？なかなか見たことないかも。本当に？なんかあ、もう全体的にやっとこうみたいな。うん。え、それなんか、え、唇行ったらどうなんの？やられんの、唇に関して。行ってみていい？やめて。だからチリチリ行ってるってことは揃えてるってことだよね。あ、そうだね。やり方とか学校で習ってないからな。そうなんだよね。義務教育に入れてみたらいいよ。わからないよね、そんな急に。でも合格点は行ってるな。若干確かに残ってるけど。あ、若干残るんだ、普通よりは、さすがに。うん、でも、わ、わからん。それは俺が慣れたら残んないのかもしれないけど。でもメインのあの一眼で飛ばしちゃえば気づかれないじゃん。飛ばそう。飛ばそうぜ。これもあの、光、もう白黒、白だけになるぐらい飛ばしてて。全く意味ない。まあ、いいんかな。え、これってでもさ、泡とかつけなくていいから楽じゃね？すごいわ。でも意外と憧れになってくるわ、それは。これね、いいよね、意外とね。カミソリ族としてはカミソリを押してほしいけどね。いや、でも分かる。でも俺もカミソリの、いや、こんなん開発してコンビニだって俺ら買いに行ったりしてたわけだからさ。てか、コンビニでさ、ライブの時とか買いに行くじゃん。はい、行く、はい、行く。こんなん開発する時間あんだったらさ、いや、6枚刃出せよと思う。あ、分かる分かる分かる。こんなん開発してる暇があんだったら、18枚刃出せよと思う。あそこまで、いや、もう、信用してんだよって、昔から。昔からカミソリ初め怖かったんだから。怖かったよ。何回血出たことかって話なんだから。お母さんに最初、ヒゲの剃り方教えてもらった時。いや、そんな時期あったの。だからなんかその、この下にちょっと産毛が生えてきたのに、お母さんにじゃあ、今日はそう、ね、ヒゲの剃り方教えてあげますって言われて。いや、刃物じゃんって。危ないよって。石鹸じゃ無理だよ。違う、その頃はまだニキビとかがあってさ。あ、そう。顔とかに。どうすんのこれ。山ごと行っちゃうよって。いや、わから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 。思ってて。血出ちゃうよって、石鹸つけたら、え、大丈夫じゃん。どういう構造、どういうシステムで言ってんの？で、それから、ちょっとその、ね、自分でお金を稼げるようになって、毎場が増えていくわけですよ。あれって、売れていく奇跡だからね。本当は増えてなかったりするけどね。まあ、本当は全然3枚場とか。なくなったりして、もうこれでいいやっ って、買って出れば。あと、イベントとかで、最も大切な時に限って、ホテルのやつで、1枚場で行っちゃう。1枚場でって、ギタンギタンになっちゃってるからね。その時の恐怖すごいからね、1枚場だ。それこそさ、レッドブルの時血出てなかった。俺血出る。いや、だって俺は生配信で、生配信の前に首から血出てたからね。そうそう、配信の直前に何かしらのこれメッセージ性になる可能性があるってなって、出れない可能性が、出れない可能性がとかね。レッドブルのあと交流があるって言ってさ、ファンとゼロ距離になるタイミングがあったのにさ、はい、ここ血出てたの。血出てた。さすがに揃うっつって、さすがに揃った方がいいなっつって、控室みたいなのがね。そう、いや、ホテルの、うん、なんか一枚刃みたいなのがあって、控室ホテルだったのね。そうで、石鹸とかも、もう手洗うようなやつってこうやってやったら、もう血出ちゃう。でもね、なんか寂しくはあるよね。すごい、かっこいい。かっこいいから寂しくあるよね。もう40代の人しか使っちゃいけないイメージあるもん、俺それ。わかるわ。お父さん、こういう系だったの？あー、なんか四角いタイプだけど、うん、そういうなんか電動でやったりとか。あ、ここね、先っぽがね。そうそうそう、マイクみたいな感じ。あ、そう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 。あ、お父さんが歩きながらやってお母さんに怒られてたわ。あ、そうなの。そのなんかこう、あー、家の中でってこと？あ、あれはそうなの。本当に、なんそこでやんないでって言われてた気がする。で、高級品なんだろうね。いや、そうだよね。いや、すごいわ。買ってみました。一応揃えました。いや、ナイストライ、ナイストライ、ナイストライですね。これナイストライ。これは若者についてく一手かもしれないからね。いいわ。なかなかでもそんな復旧してないだろうね、まだ。まあね。てか、まあ普通にカミソリの方が結局ちゃんと揃えるんだったら、そっちでちゃんとすべきな気もするし。確かに。昨日のサブチャンで、はい、重大な心霊現象。重大な、重大な心霊、合ってる？重大な心霊現象って言おうと思って言った今、本当に深刻な深刻なそんなに俺に日本語詰めてきたとしたら、お前もう何も喋れない。何も喋れないよ、俺。お前の日本語めちゃくちゃ間違ってたな、その場合。めちゃくちゃだからな、俺。深刻なちょっと心霊現象が起きてたんですけど、うん、起きてました。起きてましたね、完全に。まあ、夏ですからね。夏だからっていう理由で、うん、真っ盛りですから。夏やっぱ心霊現象やっぱ起きやすいんでね、深夜の。って言ってもなかなかない気がするけどね。この家になってからあんまなかったんですけど、うん、深夜のキッチン。いやいやいや、カメラは偶然捉えたんですけども、
僕が、はいはいはい、なんかや何やりてたんだっけね、あれね、ベーコンみたいな、サブちゃんね、サブちゃんのあれね、うん、電話かかってきてるな、なんだなんだ心霊現象ですか、それは何、はい、なんだっけ、え、でも夏なんでね、いや、まあだからやっと来たかっていう話ですよ、うん、深夜のね、水溜りハウスのそのキッチンで僕がなんかベーコン、あれか、うん、なんか前やったその北海道のお土産で僕が買ってきたベーコンのあまりを焼いてる動画がたまたまあったんです、こちらですね、はいはいはい、今出しますけど、こちら見ていいですか、昨日の動画なんですけども、見ましょう、僕がたまたまこうこれですね、うん、ふざけてこうカメラセットして、うん、プライベートっちゃプライベートですけど焼いてたんですよ、で、ほっといたら、スマホですね、撮ってるの、うん、ほっといたら、焦げてるのに気づいてキーチが来て、こう焦げないようにこうフライパンで、こう返してくれた、はいはい、ちょっと笑顔ですね、うん、なぜなら、このつまみですね、こいつ、その時になんか、え、起きてるんですよ、え、ちょっと待って、覚えてる、お前人間じゃない、覚えてる、この時のこと、いや、覚えてないんですよ、俺だ、やばいよ、この時のこと記憶ないんだよ、変わってるかもしれない、え、これお前ではあんの、それ確かに俺なんですよ、え、これをやりに来たのはお前なの、そこまで覚えてるの、そこも覚えてないんですよ、カメラ回ってるの知らなかったからね、はい、まず、あ、まあそっか、ちょっともう一回見ていいですか、うん、あの日からもうキイチはキイチじゃないのかもしれない、俺だと思ってた、確かにちょっとおかしいんだよ、最近、うん、髪がだってありえないぐらい短くなってるからね、え、だってさ、これ iPhone でしょ、撮ったの iPhone で、人だけさ、うん、消えてない、そうなんですよ、その画面全体が消えるとかは分かるんですけど、僕スクショしてみたんですけど、今載せておきますけど、人だけ消えてるんですよ、ちょっと待ってください、もう一回見ますね、あ、その、が、その、なんだろう、映像自体がこう、クラッシュというかさ、うん、あの、落ちたのは分かるんですけど、キーチだけ消えてるんですよ、それおかしいね、だって、うん、普通グリーンバックで撮ったりしたらそれってできるんですよ、はいはいはい、後ろと合成してるから、その層が違うからさ、うんうん、前の人を消したら後ろが残るっていうのは分かりますけど、分かりますよ、この iPhone でこう撮った時に人だけ消えて後ろがしっかり映ってるってありえないですからね、だから同じ絵を撮っといてその上にキイチの映像を重ねて切り抜いて重ねてるみたいな、そうですね、見てください、完全に後ろ、そう透過入ってますよ、そう透過素材みたいになってるんですよ、 CG で編集したわけじゃないでしょ、だってそうですよ、全然そんなことしないです、普通に携帯のが動画でなんかこれちょっとまあ日常風景だけどちょっとまあこういうのもありかって言って、うん、日常動画だからちょっと載せるかなと思って、おかしいっすよ、だって逆に言ったら手前にある鍋は透けてないですからね、で奥にあるその棚があるから3層にしないとおかしいね、このそうだよ、3層にしないとできない心霊現象のトリックだと思う、え、体調は大丈夫なの、ケイチ、いや俺だからでも覚えてないんですよそれ、え、そこに行ったのみたいな、あ、これを取りに行ったこと覚えてないんだ、はい、え、お前じゃないってこと、これお前じゃないってこと、そうかもしれないんですよ、俺に化けた何かかもしれない、え、怖い怖い怖いよお前、え、元動画見てみる、あ、そう、俺の携帯に入って、確かに確かに元動画気になるな、え、最悪考えられるパターンとしてはカメラとかが人の形をちゃんと認識してるとかそういう話、 iPhone だよ、あ、でも iPhone の方がありえるか、いやでもなかなかありえないですよその話、結構昔でしょ、だってついにうちにも来てんな俺、まあ到着したんだろうな、編集してる段階では気づかなかったもん、いや気づかなかったよ全然、消えるわけないもんな、うん、人がこれだ、うん、ちょっと確認してみましょう、あ、やっぱこっちの方が画質はいいね、まあね縦で撮ってるからね、ちょっと6位置とか確認してます、ね、うん、これがこういて焼いてます、焼いてますね、はいはい、いいね、で、このままちょっとね、放置しようと思ったんですよ、はいはいはい、で、そしたらちょっとまあ焦げてきますと、で、キイチが実際はだから結構時間が経ってるってことですね、ほら、焦げて、ちょっとこう焦げてんじゃないですかみたいな、うん、下りがあって、うん、この後ですよ、うん、で、こうキイチがこう走ってくると、まあ、ピーチじゃないんじゃない多分これ。うん。走ってきた。ん？消えてない？
いや、消えてないですよ。消えてないな。元素材は消えてないわ。 いつ消えたんじゃ。これやばいよ。編集画面上で消えたってこと。こう、騒動にさせようみたいなこと。それ以外考えられないよ。書き出したの俺だよ、昨日。じゃあ、そういうやってんじゃない。ちょっとでもさ、すごいね、それ全く同じ映像を3枚撮って出て、後ろと手前の鍋と本人を3つ同時にグリーンバックというかその素材で撮ったって、やってますよ絶対。こうやって走らせて真ん中の人だけちょっと不透明度を変えてやってるってこと。そうですね。言ったそれ。いや俺やってないです。おかしいよ。え、やった。やってねえ。ほんと。なんで俺やるの。やってない、ほんと。いや本当やってない。ごめん、本当やってない。今回に関しては、確かに俺やってる可能性はあるけど、俺こういう。やっとっとけ。やってないの。やってない、本当。うん。証明してみしてそれ。こうすることしかできないの、今。やってます、やってます。やってないです。やってますってこと。やってないです。本当？うん、で、だって無理だもん。そのデータもらってないし。あれ、一回サブちゃんにあげたやつ、食って。でも昨日一回上げてね、上げ直してんのよ、ちょっと直さなきゃいけないところ。はいはいはい、はい、そこで一回やってないんです。可能性あるよ。めちゃくちゃめんどくさいじゃん、それまあね、うん、俺が撮ったデータとかまだわかるけど、うん、チャンネルを返してやんないよ。普通に多分撮ろうと思って撮れないと思うんだよね。そうなんだ。作ろうと思ってあんなんね、編集できないと思うんだよね。そうそう、手間かかるし普通に。まあね、てか普通それならタイトルにもしてるし、わけわかんないしってなるからね、うん、昨日の動画がね。不思議ですよ。お腹すきました。ちょ、お腹すいたみたいな。お腹すき。今日はこのぐらいにしといて。お腹すきです。